横澤貴則君、はい、皆さんおはようございます立憲民主社民の横澤貴則でございます今国会から財政金融委員会の所属となり初めての質問となります皆様にご指導いただきながら国民目線でわかりやすい質問をしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いを申し上げます またあの黒田総裁におかれましては PIS の国際決決済銀行会議から長旅から帰ってきてお疲れのところと思いますがどうぞよろしくお願いを申し上げます。まずはあの基本的姿勢についてお伺いをいたします。黒田総裁はこの約10年間物価上昇先ほど来話がありました2%を実現すればまあ景気は良くなりその後まあ恩恵が社会 の歪み隅々まで行き渡るというそういうううそ姿を目指してて異次元緩和を続けて来られましたしたかし、これまで物価や賃金はなかなか上がらずうー、なんかおかしいな、おかしいなという感じで、当初は2年と言っていた目標達成時期は何度も後ろ倒いされ、本来短期で終わらせるべき政策を約10年も続けてこられました。 ここへきてようやく総裁が目指しておられた目標の2%以上の物価上昇、一時的かどうか分かりませんが、まあ、実現し、足元では3%まで達しました。しかしながら、総裁自身も指摘されているように、コストプッシュ型の物価上昇に賃金の上昇が追いつかず、国民の実質賃金は上がらず、家計は厳しい状況になっているところであります。 スポーツの世界で生きてきた身としては、まさにこの異次元緩和は、あのドーピングのようなものではないかというふうに、私は考えております。まさにこう禁じ手を使ってですね、当初2年と言っていたものをまあ10年間続けて、そのうち禁じ手がなくては、立ち行かなくなってしまったまま、抜け出せなくなっているんではないかというふうに、私自身、捉えております。まずそこで 総裁にはこのドーピングのようなあの異次元緩和を約10年間も続けてこられている、本当にこれ、間違っておらなかったのか、どうなのか、総裁の認識をお伺いいたしますはい黒田総裁。2%のこの物価安定の目標の持続的、安定的な実現に時間がかかっていることは事実でありまして、その主な理由としては、我が国では長きにわたるデフレの経験によって定着した、 物価や賃金が上がりにくいことを前提とした考え方や観光の転換に時間がかかっているということが挙げられると思いますもっともこの間の大規模な金融緩和は経済物価の押し上げ効果をしっかりと発揮してきておりまして物価が持続的に下落するという意味でのデフレではなくなっておりますで実際昨年の3月の点検でも確認したとおり 大規模な金融緩和が行われなかった場合と比べますと実質 GDP あるいは消費者物価の前年比は押し上げられていたという試算結果を得ておりますしたがって現在の金融緩和は適切なものであったというふうに考えておりますがこれをその持続していくことで時間がかかるかもしれませんが物価安定の目標は達成できるというふうに考えております なおこの量的緩和というややその異例な金融緩和措置というのは実は欧米の中央銀行もみんなやってましてあのリーマンショック後そしてコロナの感染症を拡大する中でずっとやってたわけですでただ現在ですね欧米はご承知のように8%から11%のインフレになっておりまして 現時点でそういったあの異例の量的緩和、大幅な金融緩和というものはあの修正されつつあるということは事実ですが、まあ、欧米の前もかなり長期にわたって、あの異例の量的緩和を行ってきたという事態は存在しております、はい、横澤貴則君。 分かりましたじゃあ、欧米もドーピングのようなことをしていたという認識ですね。はい、それではあのまずこの異次元緩和の次に、副作用の点について、えー、総裁にお伺いをしたいというふうに思います。まずあの、まあ、先ほど来、話がありましたあの、この異次元の緩和をこれまで進めてこられて、えーまあ、確かに作用もあったと。 で最近皆さんも注目されております、ワクチンも作用もあれば、確かに副反応も出るものであります、で黒田総裁ご自身が約10年間このかけて積み上げてこられた異次元緩和の副作用、リスクについてどのように認識をされておられるのか。まあ、その負の負 側面についても、やはり国会の場合はまあ国民の前でえしっかりと説明する必要があるのではないかというふうに考えております、この点について、認識をお伺いいたします、はい、黒田総裁長期にわたる金融緩和の副作用としては、金融機関の収益を圧迫し、金融仲介機能に悪影響を及ぼす可能性、あるいは国際市場の機能度の低下というものが考えられます。 この点、現在、我が国では金融機関は充実した資本基盤を備えておりまして金融仲介機能は円滑に発揮されているというふうに判断しております。また、国際市場の機能度に配慮する観点からはいわゆるチーペスト銘柄等に係る国際保管供給の要件を緩和するなどさまざまな手段も講じてきております。ご指摘の通りですね 政策運営にあたっては常に今、効果のみならず、副作用との比較考慮をしながら、最も適切と考えられる政策を実施していく必要がありまして、現時点では先ほど申し上げた政策の効果が副作用を上回っていると考えておりますが、この副作用の点については引き続きです、ね、十分注意してまいりたいというふうに思っております、はいはい、横澤孝則君。 はい分かりました先ほど、古川委員からもありました、あまあ今のお答えを踏まえまして、ですねあのこの異次元緩和のやはりこの出口戦略、うん、これをどうお考えになっているのか、えー、黒田総裁のお考えをお聞かせいただきたいとい、はい黒田総裁。えー、先ほど来申し上げておりますとおり。 賃金の上昇を伴う形で消費者物価の上昇率が2%程度を安定的、持続的に維持するということが見通せる状況になりましたら当然、出口戦略を具体的に議論してさらにそれを市場とのコミュニケーションもしていくということになると思います。 具体的なそのやり方について、今申し上げるのは時期尚早ではありますけれども、基本的にですね2つの点、つまり政策金利が政策金利残高に今、マイナス0.1%の金利になっておりますけれども、この政策金利をどのようなペースで引き上げていくかということが、一つの大きな。 出口戦略の重要な要素になると思いますでもう一つは拡大したバランスシートをどのように調整していくかということになると思いますで現在の欧米の中央銀行の状況を見ておりますとまずはその政策金利短期金利をどんどん引き上げていくということをやっておりまして、えー、増加した <laughs> バランスシートを 減らすということまで、えー、具体的に検討しているのは、あのまあ、実際に行いつつあるのは、イングランド銀行だけでして、えー、フェッドも ECB もですね拡大したバランスシートをまだそのいきなり減少させる、あるいは特に売却するとか、ですねそういうことはしておりませんので、そちらの方はもう少し緩やかにやっていくと。 イングランド銀行は、ご承知のように、インフレ率がすでに11%に達してです、ね、まあ、13%程度になる可能性があるというふうに言われておりまして、まあ、あ欧米の中でインフレが一番激しいわけですので、えーまあ、短期金利をかなり前から急速に引き上げております。でそうした元であの購入したたで購入国債の 残高を減らすべくですね売却を既に、まあ、この先週ぐらいからと思います始めておりましてそういう意味ではその出口の形としては最も先行した形でやっておりますが欧米の中央銀行の状況を見ますとやはりその政策金利の調整と増大したバランスシートの調整というものが 出口戦略で最も重要であり、それらをどのように組み合わせて、どのような店舗でやっていくかというのは、やはりそのその時の日本の経済や物価、金融情勢を,を勘案して、最適な組み合わせ、店舗でやっていくということになると思います。ただまだま先ほど申し上上げてるように来来年年度度それから再来年度も、えー、物価上昇率は2% 以下にとどまる見込みですのでまだ直ちにですね、えー、出口戦略を具体的に議論してお示しするという段階にはないとただあ出口の場合に重要な点は政策金利の引き上げのテンポそれと、えー、増大したバランスシートの調整ということになると思いますはい、横澤貴則君 <laughs> ありがとうございます それではあの次の質問に移ります。まあ、物価高による家計への影響についてお伺いします。我が国の物価はまあ円安、資源価格の上昇などを背景に上昇を続けています。で消費者物価の生鮮食品を除く指数はまあ前年同月比、2 0 2 0年4月以降、6ヶ月連続で日銀の掲げる、先ほど話がありました2、2%は回っているという状況です。 でやはりあの物価の中でも食料ですねあの、生鮮食品を除く食料は4.6%上がっている、そして食パン14.6%、食用油に至っては37.6%の上昇ということです。でやはりあの 日銀総裁にお伺いしたいんですが、この現在の物価高による家計への負担はどのようにあの日,日銀総裁として認識をされているのか、お伺いをしたいというふうに思いますはい黒田総裁。物価上昇が家計に与える影響につきましてはあ、日本銀行が全国約2000名のご協力を得て実施しております、政策生活意識アンケートも含めました各種の調査。 それから全国の支店網を活用して得られるヒアリング情報などさまざまなデータや情報を活用して的確な把握に努めておりまして私自身もさまざまな形で報告を受けております最近の物価上昇はマインドの悪化あるいは実質所得の下押しを通じて家計に影響を与えていると認識をしております 政策意識アンケートの9月調査の結果を見ますと、景況感や暮らし向きに関する DI が悪化しておりまして、これにはご指摘の,その食料品、えー、日用品など、さまざまな身の回りの商品の値上げが影響しているというふうに考えられます。したがいまして、今後とも物価上昇の影響については、丹念に点検してまいりたいというふうに考えております横澤貴徳君。はい 今お答えいただきました、やはり物価高によってです、ね、あのまあ、私の周りの仲間も、やはり消費を抑制するなどのやはり行動を取らざるを得ない状況です。やはり限られている収入の中でやりくりをしていくということでございます。やはり家計の行動マインドに与える影響について、総裁としてはあのやはりこの消費の低迷につながるんじゃないか、まあ、そのような懸念もあると思いますが、どのように認識をされているか。 お聞きしたいと思いますはい、黒田総裁、えー、名目賃金は経済活動全般の持ち直しを反映して緩やかに増加しておりますがその伸び率から物価上昇率を差し引いた実質賃金の前年比はマイナスになっておりますこのように最近の物価上昇は家計の実質所得を下押ししているほか先ほど申し上げたようにマインドは悪化させておりまして 個人消費への下押し、圧力となっているという風に考えております。特に相対的に所得の低い方々ほどまあ、食料品やエネルギーへの支出割合が高い傾向にありますために、最近の物価上昇による負担感は高まっているという風に考えられます。もっとも個人消費全体は物価上昇の影響を受けつつも、感染症の影響が和らぐもとで緩やかに増加しております。 これには感染症の下で積み上がってきた貯蓄にも支えられたペンタアップ需要の影響が大きいとみられます、えー、物価上昇が個人消費に与える影響については引き続き丹念に点検してまいりたいと思いますがやはり中長期的には賃金の上昇が物価の上昇を上回るような形にならないと長期に消費が 強くく上昇すすするるる増加とといいうことは難しくなると思いますが今の時点ではペンタップ需要の影響が強いためにですねマインドが悪化してるんですけれども消費全体としては増加しているという状況ですのでやはりこの賃金がどのように上昇していくかということを今後十分注意して消費動向を見てまいりたいというふうに思っております。 横沢君、うん、ありがとうございます。今お答えいただきました、あやはり、まあ、かなりこう消費は厳しい状況にあるということですが、まあ、黒田総裁、あの6月にあの家計の値上げは許容度は高まっているとこう発言をされまして、まあ、ちょっと炎上してですね、まあ、その後、発言を撤回されました、でそれからまあ5か月経ちますで、さらにやはり進む値上げの影響を、家計はですね、 どう捉えているのか、まあ、今のお答えを踏まえて、ですねあの、まあ、率直な感想でいいので、えー、お伺いしたいと思いいますはい、黒田総裁あの先ほどご指摘にありました、その値上げ許容度の話につきましては、ですね家計がこの自主的に値上げを受け入れているという趣旨ではなくて、 ま苦渋の選択としてやむを得ず受け入れているということは十分認識しておりましてその意味でご指摘の表現は全く適切なかったと考えておりまして撤回をさせていただきました先ほど来申し上げているとおり私を含めて日本銀行のま政策担当者は日頃からですね、様々な 統計、サーベイ、アンケート調査、さらには全国の支店網を活用して得られるヒアリング情報などです、ね、幅広いデータ、あるいは情報をきめ細かく点検しておりまして、その意味では、最近の物価上昇が家計に与える影響についても、認識を深めているところであります。 先ほどから申し上げたように、特にその相対的に所得の低い方々ほど、えー、最近の物価上昇による実質所得への下押し圧力が強くなっていると、大きくなっているという点も十分認識しております。そういった意味で、えー、先ほどから申し上げているとおり、賃金の上昇率、そして物価の上昇率。 その中での消費の動向というものは、常に注意して把握していく必要があるというふうに考えております。はい、横澤則典君。はいえーまあ今年の9月の、まあ、日銀の生活意識に関するアンケートでも、やはり 1, 1年前に比べて、 やはり物価の上昇の実感は上がったという人がまあ9割台とかなり大きくなってますので、ぜひあのまあ総裁には、マクロの件だとは思いますが、ぜひ生活の現場に寄り添ったお気持ちでの対応をよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。でそれではあの、うん、先日のです、ね、次の次質問にに移ります大臣所信において えー、鈴木財務大臣はこの物価高騰など、経済情勢の変化に切れ目なく対応するということをおっしゃっておりました。で黒田総裁に伺います、物価高騰に対する意味では、円高がよろしいのか、円安がよろしいのか、どうお考えでしょうかはい黒田総裁。あのもちろんあの 円安円高の,その消費者物価に対する影響という意味ではで、最近の円安の進行が、基本の資源高と相まって、輸入物価の上昇をもたらして、その価格転嫁を通じて、消費者物価の押し上げ要因になっているというふうに思います。また、最近の円安の進行が、急速かつ一方的なもので望ましくないというふうに考えておりまして、 日本銀行としても政府と緊密に連携しつつ金融為替市場の動向やその経済物価への影響を十分注視してまいる所存でありますそういう意味であの足元の円安は好ましくないというふうに考えておりますし政府が <laughs> 冬季による急速かつ一方的な円安の進行に対して適切に対処されたということは評価しておりますしまた経済対策の中でエネルギー食品価格の高騰を抑制するための財政措置を講ずることとしておられることも 大変あの、えー、好まましいいこととであるううふうに考えております横澤先日の所信に対する質疑においてもです、ねあの、大塚委員の質問に対して、鈴木大臣も、やはり急激な円安が進行していくことはまあふさわしくないというふうにあの認識をされておりました、まあ、同じような認識でいるというふうに今、受け止めましたが、 まあ、それではもう一つ、えーっと、この物価高騰の背景としてです、ねあの、また大臣は、あの春の頃は、あの先ほど古川委員からもあの話がありました、物価の高騰の背景としまして、3分の2が国際価格の高騰であって、円安の影響は3分の1であったと。 ただ、今や半分が国債価格の高騰、そして半分が円安というふうにおっしゃっております。そこで黒田総裁にお聞きしますが、物価高騰の背景はどのようなものがあるのか、認識をお伺いいたしますはい黒田総裁。えー、生鮮食品を除く消費者物価の前年比が、直近9月の係数でプラス3.0%となっておりまして、 こうした上昇の背景としては主として国際商品市況や為替円安の影響によって輸入品の価格が上昇しているということが影響しているということは事実でありましてえ当初はまあ3分の2ぐらいが国際商品市況の上昇3分の1ぐらいが為替円安だったものが現時点で それぞれ半分ずつくらいになっているというのはあのそういう試算があるということは承知しております。でちなみにその主たる理由はです、ね、国際商品市況があのウクライナへのロシアの侵攻の直後に急速に上がってです、ね、でそれが少し下がってきていると特にあの天然ガスは依然として非常に高いんですけども えー、石油やその国際商品市場で最も重要な指標である銅,銅の価格とかです、ね、あるいは小麦の価格とかなんかが少し落ち着いて下がってきているということであの比率が2分の1ずつになっているということがあると思いますがいずれにせよです、ね、こうしたコストアップ要因の押し上げ企業は年明け以降だんだん減衰していき 物価上昇率のプラス幅が縮小していくために、まあ、来年度以降の年度ベースで見た消費者物価の上昇率は2%を下回る水準まで低下していくと考えておりますがいずれにいたしましても、えー、物価の動向については最も注視をしている指標でありますので引き続きさまざまなリスクを勘案しつつです、ね、十分、うん 注意してまいりたいというふうに考えておりますはい横澤中成君はいありがとうございます、まあやはりあのまあ、国際情勢も今不透明な中でまあ他国の影響が非常に大きい我が国の産業構造においてはその影響を確実に見極めるのはまあ、難しい面もあるというふうに思います まあ私もずっとスポーツ界で生きてきて、やはりまあ状況をやっぱり見極めて、相手がこう攻めてきたらこういうふうに対応するとか、ですねいろんな状況を判断して、勝ち取りをしていく立場にあると思います。まあ、あの先ほど来話がある物価高騰の流れはまああの 総裁としては、現時点ではまあ一時的なものと考えているのか、これ、まだまだやはりこれは続くと考えておられるのか、そこをちょっと端的にあのお答えいただけますでしょうか、はい、黒田総裁あの。先ほどから申し上げてますとおり、生鮮食品を除く消費者物価の前年比は、あエネルギーや食料品、耐久財などの価格上昇により、 9月にはプラス3.0%となっておりまして先行きもです、ね、本年末にかけて上昇率を高めていくというふうに見ておりますでただこうした最近の物価上昇の基本的な要因としては輸入物価の上昇を起点とする、まあ、価格転嫁の影響が挙げられておりまして、えー、先ほど申し上げているとおり国際商品指標はすでに低下に転じておりまして こうしたコストプッシュ要因による押し上げ企業は徐々に減衰していくというふうに見られます。このため、年明け以降、来年度半ばにかけて物価上昇率のプラス幅は縮小していくというふうに考えておりますので、先日公表した展望レポートでも、年度ベースの消費者物価の前年比は、来年度以降2、2%を下回る水準まで低下していくとの見通しを示しております。い、まあ、いずれにいたしましまても、 ウクライナ情勢その他です、ね、さまざまな不確実性がありますので、十分あの、物価動向には注意していきたいと思いますし、特にこの来年度以降の賃金の上昇率がどのようになっていくかということによってです、ね、2%の物価安定目標が安定的、持続的に達成されるという時期が近づく可能性がありますので。 その点も含めて十分注視していきたいというふうに思っておりますはい、横沢畑則君。の前回の委員会でも、ですねあの大塚議員の方からあ、マーケットはやはり財務大臣、そして日銀総裁の発言をずっと注視されているという話がありました。 なので、まああのまあ、大塚議員の方からは、根拠のないことを預言者のように言うことはまあいかがなものかという発言もありましたが、まあ、あとそれと一点、総裁に伺いたいんですが、あの日銀総裁の任期はまあ来年3月となっております、で総裁はあの向こう2、3年は金融緩和をつ続けますということを堂々とこう言っているわけでありますが、 まあちょっと常識的に考えると、やはり任期後のことまで言及するのは、ちょっとどうなのかというちょっと疑問を持つわけですね、この点について総裁、どうお考えでしょうかはい黒田総裁。ご指摘の記者会見での発言は、その時点での2%の物価安定の目標を持続的、安定的に実現する見通しとなっていないことから。 当面、金融緩和を継続することになるという日本銀行の金融政策運営の考え方を申し上げたわけでございます。これはあの毎回の金融政策決定会合における公表文でも明らかにしているところでございます。えー、従いまして、私の任期が来年の4月ですが、それを超えた期間の政策運営に対して何らかの影響を及ぼす意図で発言したものではありません。あくまでも 政策委員会で決めた金融政策の先行きについての考え方を申し上げたということでございいますいずれにしましても、金融政策運営につきましては、毎回の決定会合で、その時々に得られるさまざまなデータ、情報に基づいて、先行きの経済物価見通しとリスク要因を点検して、適切な政策判断を行 っていくことになるということでございます。はい、横澤貴教君。はい、ありがとうございます。失礼しました。四月ということでした。え訂正いたします。じゃ、あちょっと、話を変えまして、あの、ちょっと、この円安のメリットとデメリットについて、ちょっと、お話を伺いたいと思います。まあ、あの、まあ。円安、やはり、デメリットもあれば、め、まあ、メリットも、出てくる、ことと思います。で、黒田総裁ですね。この円安に対しての。 まあ、メリットとデメリット、をどのようにお考えなさっているか、お聞かせをいただきたいと思います為替、まあ、相場につきましては、ですね、えーえー、常にこの経済、金融のファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが極めて重要であるということを申し上げてますけれども、その上で、 まあ円安の経済への影響というものは業種や企業規模経済主体によっても不均一であります。例えば円安はグローバル企業の収益などにプラスに作用するほか、まあ、インバウンド需要が増加すれば地方の中小サービス業などにもメリットを及ぼす面がございます。一方で輸入物価の上昇などを通じて家計や 内需へのの依存度の高い中小企業などにはマイナスにに用いたしますでさらにです、ね、最近の円安の進行は急速かつ一方的なものであってこうした状況は企業の事業計画策定を困難にするなど先行きの不確実性を高めるという点で我が国経済にとってマイナスであって望ましくないというふうに考えております。 今のお答えを踏まえますと、やはりあの中小小規模事業者がある、または一次産業をやっておられる地方は、やはり非常に、まあ、メリットというか、デメリットの方が大きいというお答えになるかと思います。そこで,です、ねあの、実はあのやはり若い世代とかですね、まあ、今、夢を追いかけて、海外へチャレンジするアスリート。 そして芸術家、そして留学生、やはり円安と海外インフレの影響で、海外遠征費用ややはり留学費用が1.5倍に膨れ上がって、やはり小さい時から抱いてきた夢を諦めざるを得ない状況になっている方たちもいらっしゃいます、まあ、アルバイトしながら必死で稼いできたお金で、今までは行けた海外が行けなくなってしまったと。 やはり若い世代が夢を諦めることは、決してあってはいけないことだと、私は考えております。まあ、このような日本からです、ね、世界に向けてチャレンジしたいと思っている皆さんのまあ気持ちを踏まえて、日銀総裁としてです、ね、今後、どのようにこう対応を、そして勝ち取りをしていくおつもりなのか、ちょっとお考えをお聞かせいただきたいと思います。黒田総裁 先ほどは申し上げておりますとおりですね最近の円安の進行というのは急速かつ一方的なもので好ましくないということを明確に申し上げている次第でございますでただ為替レート為替相場に対する政策当局は財務省でありまして日本銀行が何か為替相場を目標に何らかの 政策を発動するということはないわけでしてあくまでも日本銀行としてはそういったことも含めて経済、物価全体について判断してそこに必要な金融政策を運営していくということに尽きるかと思います。えーまあ、あの先ほど申し上げた通りあの政府が <laughs> 為替介入をしたことによって一時1一度百5 0円に達したこともあったわけですがその後はです、ね、そういうこともなくです、ね、急速なかつ一方的な円安の進行は一旦止まっているということだと思いますが今後の為替動向についていろいろ申し上げるのは 僭越ではありますけれども現在のドル高は相当程度ドルの一ドッポ高でありましてですね、えー、欧州や新興国はみんな相当程度金利を引き上げてますけれどもそれらの通貨もですね、まあ、2桁の、えー、ドル対ドル減価になっておりまして、えー、ややその、えー、金利 2国間の金利格差の影響というよりもやはり米国経済が強いとあるいは米国の資産市場が高止まりしているということが米国あるいはドルへの資金の流入を招いてまあドルのほとんどどっぽ高になっているということだと思いますのでそういった状況はですね、えー 当然のことながら非常に高いインフレに対して急速に金利を引き締めておりますので米国自体が発言しているようにマイナス成長の可能性もあるとそれから金融資本市場の調整もありうるということですのでいつまでもこのドルのドップ高が続くとは に皆さん考えておられないと思います。ただ、為替市場の動向については予想を言うと外れ外れますので、のえー、単なる個人的な感想だと思っていただきたいという風うに思います。はい。はい。横沢孝則君はい。以上で質問を終わります。ありがとうございました。 はい。横山先生。